タコ。さあ、早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか？それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。ドクター、無論すでに決めてきたのだろう。おお、それは？まあ？どうしたんだね、ドクター。もったいぶらずに早く言いたまえ。うん、なに？それはどういうことだね。シルビー。はい。実に予想外だな、これは。しかし、昨夜小惑星が興味深いサインを示しました。ドクターの選択はことによると、この島の者全員を災いから守ることになるかもしれません。災いとな？はい、それが何によるものかは分かりませんが、メイドの使命は日を改めて行うこととする。ドクターはそれまで人助けか何か知らんが、好きにすればいい。必要なら私からも便宜を図ろう。シルビー、いいのだな？はい、それが最善かと。ならば話は終わりだ。部屋に戻るぞ。お供いたします。ドクター、後ほどお伺いしてもよろしいでしょうか？
聞きましたぜ、先生。あんたメイドを選ばなかったんだってな。しょうがねえ、先生だ。あんたがそのざまじゃ、こっちの商談もごあさんだな。ああ、何様だと思ってんだってめえ。メイドを選ばなかったあんたはもう特別でも何でもねえってことさ。あとはせいぜい安月給でこき使われるんだな。万一くたばったら俺が後始末してやるから安心しな。金持ってねえやつはとっとと消えやがれ。ありがとう。ドクター、よろしいでしょうか。失礼します。マナさんの
食事を持ってきました。いいえ、厨房の余り物で申し訳ないです。はい、どうでしょうか。マナさんのことを聞いてきたんですけど、あの子は2年ほど前に島へ来て、それからずっとゲオハルトさんのところにいるそうです。最初の頃は本当にひどかったらしくて、お風呂にも入らず、ボロボロの服で、トイレも森の中で済ませてたと。それを見かねたサリナさんがみんなに持ちかけて、東島の施設を使わせてあげようってことになったみたいです。ええ、西島はアントニオさんたちのですから。あの子、生理になるとその間ずっと外に追い出されてたらしくて、サリナさんがいた頃はマナさんを自分の部屋に寝泊まりさせていたそうですが、サリナさんが出て行ってからはどこにも。止めてあげようとしたそうです。でもサリナさんが出て行った後はどこにも泊まろうとしなかったって。私もサリナさんがマナさんと仲良くしてるのを見たことがあります。マナさんのあの服もサリナさんの手作りなんです。彼女は裁縫とか食品の整理を担当してたので、私もお裁縫を教えてもらったことあります。ええ、それはもう。どうしてなんでしょう。マナさんの言葉がわかる人はこの島でゲオハルトさんだけみたいなんです。私、恥ずかしいです。今までここで働いてたのに、気になってたのに、わざと考えないようにしてました。どこかであの子は自分とは違う世界の子なんだって思ってたのかもしれません。
かしてあげたいです。とてもかわいそうで放っておけません。はい、ぜひそうさせてください。私、厨房に戻ります。お魚ですね、任せてください。
Thank you.